えー、NMT さん、えー、英語で言うアクチャリー的な岡田さんの特徴的口調、何だろうな。これを最近トークの途中に挟むトークを真似しています。これを挟むと思考にワンクッション作れる。あそうですね。僕な何だろうなっていうのは言葉を選んでるとき、だから僕はあの何だろうなというときに絶対に右が見てますよね。つまり目が右に泳いでるということはイコール佐能を使っているということで言語を探してるんですね。だからうまく 伝わる言葉がな、あ、今もそうなんです。今も軽くこう右見てたんですけども、うまく伝わる言葉、単語、あと、なんだろう、熟語、あと言い回しとかを探すときっていうのは僕は大体右側を見て、なんだろうなっていうんですよね。で、ん、直感的な把握というか、全体的な把握するときっていうのは多分、ややこっち見てると思うんですけども、あんまりそれないですよね。だから、あの、そういうふうな話をすると手の内をどん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 明かすんで恥ずかしいですね。